赤津焼は、瀬戸焼のうち、愛知県瀬戸市街地の東方にある、赤津地区で焼かれる焼き物。瀬戸洋と共に発展した釜で、平安時代の海洋とされ、当地には、室町時代の釜跡である、小長蘇陶器釜跡が残る。戦国時代、瀬戸では、瀬戸山離山と呼称される、釜屋の急激な現象が発生し、多くの釜が、美の地方に移った。 慶長15年になって、終わり藩書大藩主、徳川義直が、当時の赤津村に投稿を集めて、瀬戸用の復興を図ったと言われていたが、近年では現存する資料から徳川家康が、名古屋回復に合わせて鎌屋を呼び戻したものとされている。また、現那2年には、名古屋城に、赤津から投稿を呼び、おふけ丸に鎌を,、ま、を,を築いた。 これは明治4年の廃藩置県に伴い廃止されたが、美州お庭焼きとして知られている。このお庭焼きへの出資を通じて、それまでの赤津焼きにはなかった、安南風のゴスへの技術が、陳元意により伝えられ、現在では、オフケールと呼ばれている。文化4年、加藤民吉によって、瀬戸に、磁器の製法が導入されたが赤津では定着せず、現在に至るまで陶器を主体としている。 7種類の釉薬と12種類の装飾技法が今に伝わり、1977年には国の伝統的工芸品にも指定された。2010年2月現在、赤津焼伝統工芸士14名を数える。1980年、赤津焼の研究資料、民族資料保存を目的として建設された。赤津町の高台にあって、オリベールの当藩で、 建物の外壁を覆う特徴的な外観を持つ建物で、館内には会合用の研修室などを備えるとともに、茶道具、柿などから普段使いの焼き物まで、赤津の窯元の作品を一堂に集めて、展示、販売している。ありがとうございます。